ライトナブです。レクサス新型 LM が上海モーターショーで発表されました。はい、島下さんは上海モーターショー現地から速報をお届けしたわけですが、はい、その詳細についてですね、速報ではお届けしきれなかった部分、触ったタッチとかは速報で見ていただきたいんですが、はい、詳細についてお届けしてみたいと思います。うん、はい、まず、発表ビデオが届いてますので、はい、こちらは見てみましょうか、うん。どこなんでしょうね、この街は。見たことあるようなないような、はい、そしてドアマンに、送られて、はい、車が出ましたと。どちらのお国の方かちょっと分かりにくい。そうですね、お仕事されてますね。はい、あ、シェードが開いて瞑想の時間に入ると、車の中だけど、はい、こういう気分だよっていうことを今言ってるわけですね。車としてね、目の前にパソコンありました、はいはいはい、つまりビジネスと自分の時間が合体してるわけですね。まあ今時の働き方という感じですかね。そしてアメリカなのかこれは。でも、はい、違うような気もする。マダムがホテルから送られたわけでもない。誰から送られたか。うん、ああ疲れたと。伸びる、車の中で伸びをするともうそこは自然の中でヨガをしているかのような快適感。はい、こちらのモデルの方も。どちらのお国の方なのかちょっと分かりにくい感じですね。あのまあ正直多分 LM 中国ってイメージがすごく強いと思うんですが、うん、いやいや中国向けの車じゃないですよ、でも中国の皆さんも大事ですというところが、うん、この人選というかそこに出てる感じと、はい、現れてるね、街並みとかそういうところからも現れてる気がしますね。はい、はい、ということで LM が発表されました。まずどういう車なのかというところからいきましょうか。はい、はい、まあ、そもそも LM2020 年に、うん、発表発売された、まあレクサスのいわゆるピープルムーバーというんでしょうかね、はい、MPV ですよね、中国とかあとはアジア地域で、うん、まあ、販売されていたと。で一方で日本には入っていなかったんですが、今回はどうもね日本にも入ってくると。2023年秋頃って書いてますね。そうですね、はい、もうだから半年後にはやってくるという形ですね。初めてレクサスが日本に、はい、まあ、いわゆるミニバンのレクサスを投入してくるということですね、うん、初ですよねこれね。全体の、まあ、プロポーションは、まあ、言うまでもなく、はい、ミニバンなんですが、はい、デザイン全体として上品ですね。そうですね、はい、こう来たのっていう感じはありますね。まず、まあ、こうスピンドルボディが採用されてますね、はい、うん、グリルとボディが一体になっている、はい、この形状というか、スピンドルを、まあ、ボディの一部として、はい、グリルの形だけがスピンドルなんじゃなくて、まあね、下が大きく開いてる感じのグリルから上がってきて、スピンドル、まさにここで、上にね、ボンネットのラインが、まあ、まさにこう、うん、こうなってますよね。こうね。これが、まあ、ボディ全体の形状でスピンドルを表しているという、まあ、新しいデザイン言語ということですね。で、3連のヘッドランプの周りをシグネチャー LED が囲んでるのは、NX から採用されているデザインですかね、はいはい、それを踏襲した感じで、うん、なのでもうファミリーフェイスになっていると。はい、ですがグリルのこの中のデザインまたちょっと違うんですよね。はい、RX とかで見せたものとはまた違って、かなりこれも横に伸びた六角形みたいなそう、ちりばめられたような感じになってますよね。で下に行くに広がって、どんどんそのスペースが広がっていく、はい、うん、なかなか面白い感じです。はい、真横から見た姿ですが、まあ、抑揚の効いたデザインなんですが、一番面白いのはこのキャブの周りですかね。はい。A ピラーがブラックアウトされているんですが、そこからつながる、はい、いわゆる、まあ、三角窓とかって言われると嫌みたいですけど、まあ、その部分がちょっと大きめというか、うん、ドアのウィンドウがなんか前後に狭い感じしませんか。確かに確かに。ね、リアドアが大きいからフロントドアが小さく見えるというのもあるかもしれないですけど、はい、なかなかここはね、ちょっと不思議な形だなぁと思うんですよね。確かに。はい。まあ、ウィンドウの下側のラインがですね、まあ、B ピラーのところ一度段付けになって、うん、そのまま後ろまで流れていってるんですけど、はい、これ全体で見るとなんかもう、ミニバンというよりも、やっぱりまあ下側全体が船みたいなデザインになってるんですよね。一、うんうん、回、アルファードをトヨタ車体さんだったと思うんですけど、まあ、改造したやつで、はい、東京モーターショーかどこかで船みたいなデザインにして出してた車があったんですけど、うん、ちょっとそれをね、思い出させる感じの、ウィンドウの処理かなと思いますね。
A ピラーがブラックアウトされてて、はい、見ると C ピラーのところも多分これリアまでね、流れてる、うん、くっついてるじゃないですか。つまり全周、こう、ピラーというものがなくて、はい、という、まあ、フローティングルーフなんて言いますけど、はい、そういう形になっている。で、かつ、その B ピラーのところで一段下がってるということで、うん、キャビンの方に、まあ、重視してるよというか、はい、広さ感をアピールしている。で、思い出すと、そのアルファードは、ここね、B ピラーのところにすごい特徴的な、まあ横から見ると何でしょう、サメの爪みたいなね、そうそうそう、なってましたけど、まあアルファードが、まあ皆さんも当然想像できると思いますけど、そろそろ新型が出てくるであろうと言われていて、かつ、まあ基本骨格は多分一緒だと思うんですよね。だから明らかに多分違うデザインをここで試行してきたんじゃないかなと僕は想像してるんですよね。なるほどですね。はい。うん、で、リアです。はい。はい。リアはですね、これは、これまた新しいデザインで来ましたね。横一文字につながっているものが、はい、斜め上にキックアップしてるのは、うん、これは、ちょっとだけ UX のイメージがあるのかなとか思ったりする。テールランプの話ですか？テールランプの話ですね。なるほど、はい。そうですね。でも、エクサスのこの文字の上には、横一文字のバーも入っているんですね。そうですね。はい。うん、でこれが入ってきたっていうのは、表現としては新しいですね。うん、光ってるところを見てもね、うん、あの走行動画の中にありましたけども、また違うものに見えるというか。そしてもう一つが、このテールランプの下側にある、プレスラインとでも言えればいいんですが、うん、それが、リアホイールに向かって下がっていってるんですよね。あ、まあ、いわゆるパーティングですね、はい、ここね、はい。その辺の処理の仕方も、まあやっぱ退屈に見せないことなんでしょうね。うん、かなり写真としてもこれ加工してると思いますけど、はい、あの陰影がね、すごくついてますよね。だからやっぱりこう平たいサイドパネルじゃなくて、うん、まあうねってるよというところ。で、まあ話が前後しちゃいますけど、はい、これボディサイズがプロトタイプ全長5125mm、はい、5メートル大きく超えてます。うん、全幅1890mm、これ一応先代との比較だと 40mm 広いとなってますね。はい、まあ、前後は 1955mm ということなんですが、全幅がね、1890まであると、うん、やっぱりこういう、多分室内空間もそうだけど、こういうところにちょっとだけ生かしてるんだろうなと思うんですよね。はい、これアルファードがどうなるかとかまだわからないんで、うん、まあそんなに変わらないのかなとは思いつつ、形はね、分けてくるよねと信じてるんですけどね。はい。はい、全長はどれだけ伸びたんですか？先代の LM に対して 85mm。ああ、なるほど。うん。あの、まあ、全長伸びてるんで、はい、そのままだと多分、同じデザインだとすごいのっぴりしちゃうんですよね、うん、こうね。だから、まあ、抑揚もつけたかったと。よく見ると、このね、まさに、リアフェンダーの上というか、はい、ドアからちょっとテールランプに向かってキックアップしてるライン、かなりね、えぐれてますよね、ここね。そうですね。うん、だからすごい躍動感が、箱になってなくて、ちょっと躍動的なね、形になってるな、というふうに思います。という感じで新型 LM なんですが、まぁ、あ、ちょっとそのスペックを見ていってみましょう。はい。はい、スペックはですね、今公表されたものだと 2.4 リッターターボエンジンの E アクセルを採用した、はい、まあパワートレインと、はい、もう一つが、勝手知ったる THS2、はい、の、2.5 リッターハイブリッド。これが FF4 駆とあります。E4 ですね。はい。この2つ、3種類ですね。都合ね。3種類が用意されることになります。はい、まあ、2.4 リッターのターボエンジンの方は、つまり RX500H に採用した、うん、ダイレクト4ですね。ですね。はい。あの、この LM の先ほどのビデオも、実は後ろに、500H と書かれておりましたので、うん、はい。LM500H という仕様が出る模様です、はい。そうですね。そして、シャシーはどうなるんですか？事前に資料を見たんですが、はい、特に、プラットフォームの名前とか書いてないんですよね。そうなんですよ。はい。それはまあ、なんだか意図があるのかもしれないんですが、わ、うん、かりませんが、はい。まあでも、あの、ダイレクト4を積んでいるということで、まあこれはいわゆる GA 系なんだと思うんですけど、はい。先日、あの、全く関係ない別件で、レクサスの人と話をしていて、はい、プラットフォームの定義って、トヨタ、レクサスの場合何なんですかと聞いたら、うん、なんか、ちょっとちゃんとした場所を覚えてないんですけど、フロントのエンジンコンパートメントからなんかサイドに向かってのなんか一個の部品があるんですって、うん、そこが一緒ならば一緒のプラットフォームって言うんです。なるほど。だからその後ろとか前とかは関係ないくはないんだけど、まあ結局そこが一緒ってことはここも一緒になるよねみたいな話だと思うんですけどね、はい、でもこの車はミニバン
スタイル、MPV なんで、うん、もしかするとですけど、勝手な想像だと、SUV の RX だとか、うん、まあ、他の車だと、まあ、トヨタクラウンとか、とは、うん、もしかしたらなんかそこが違うのかもしれないですね。なるほど。だから GAK って言わないのかなとか、勝手な想像してるんですけど、はい、まあ、名前はともかく、基本的には GAK だと思ってれば間違いないと思います。そして、サスペンション形式は今回は発表がないんですよね。はい。ただ、RX からリアにマルチリンク使ってますけども、うん、これは E アクスルの、高出力、大トルクに対応させるには、その前に使っていたものではダメだということで開発したサスペンションなんで、うん、まあ、これはもうリア、そのマルチリンクで決まりでしょうね。はい。はい、おそらくそうなると思います。はい。まあ、あと面白いのが、ダンパーですね。はい。いわゆる AVS、まあ、可変ダンピングシステムに、はい、車速、周波数感応式のバルブが採用された。はいはい、周波数感応式バルブがついたダンパーというのは、例えば ES ですね。ES の F スポーツの AVS がついたものじゃない方に使われてたりしますよね。はい、でもこれは AVS、つまり、電子制御ダンパーに、かつ周波数感応バルブも使ってると。電子制御ダンパーで全部できないんですか？ということになったんでしょうね、うん、おそらくね。おそらく想像ですけど、電子制御ダンパーは、まあ、その、特に走りの領域で、やっぱりこう、この大きい重たい車をぐっと締めたいときと、普段の乗り心地を出したいで、まあ、基本的にところでやる。だけど、本当に細かい、ザラザラビリビリとかを取るのを、周波数感のダンパーでやってるのではないかなと僕は想像してるんですけど、うん、はい。ちょっとその辺は、まあ、エンジニアの方に話を聞いてみると、そうですね。まだわからない。はい。ただ、まあ、仕様としてはそういうことになっている、はい、ということですね。そしても、LM といえば、はい、まあ、やっぱ先ほども言いましたけど、まあ、中国、それからアジアの各国で売られてるから、はい、まあ、中国特に EV、これだけ盛り上がっていて、うん、ですが、これにはプラグインハイブリッドとか EV 仕様っていう宣言は今のところないんですね。そうですね。まあ、はい、EV はなかなかないだろうとは思ってましたが、うん、プラグインぐらいはあるかなと想像したんですけどね、うん。うん。まずはどちらかというとパフォーマンス重視できたなという気がしますね。見ていて気になったのはタイヤのサイズですね。はい、意外や細い。ああ、なるほど。はい、225-55R19、うん、もしくは、225-65R17 というサイズが使われていますね。225-55R19 って、クラウンが使ってますよね、うん。クラウンも細身台形タイヤできましたけども、はい、それの一番大きいやつはね、21インチですけど、うん、そうじゃない方。は19インチということで、それと同じサイズか、ということですね。ダイレクト4を使いやすいんですかね、このサイズは。同じタイヤを使いたかったんじゃないですかね。あまあもちろん、本当のところはわかりませんけども、はい、はい、そういうことかな。まあとにかく、やっぱり、見た目的にもグリップ的にも大きくしながら、転がり抵抗のために細くするというタイヤのトレンドがあるんで、はい、まあ、いちいちね、それぞれの車に全部いろんなサイズのタイヤ使うわけにもいかないので、はい、まあそういう選択になったんだろうなというふうに思います。そして、やっぱり外観もそうですが、はい、この車中がどうなってんのというのが多分皆さんすごく気になるところなんじゃないかと思うんで、インテリアを見ましょう。はい、まずインテリアのビデオが来てますので、アシストグリップが革張りですね、これは。ステッチが細かく入ってるようアピールですね、これはね。そしてその後ろに、まあ、4人掛けの鉱石2つが映っているというビデオなんですが、はい、ああ確かにしっかり作り込んでありますね、このアシストグリップを見せる理由がよくわかりました、はい、今回も、6、7人掛けの3列シートと4人乗りの、はい、2列シート、うん、この2つの仕様が用意されていて、まあ、これはもちろん見ての通りの4人乗り仕様となりますね、はい、リアが、まあ、言ってみればVIP 向けの、ファーストクラスなシートになってるという形ですね。かなり真っ白な空間ですね。そうですね。はい、まあ、白だけじゃないんですけど、はい。この白仕様はね、ベージュ仕様はかなり。ただパイピングがね、ちょっとグレーだったりとか。いや、もう本当にこれはね、居住まいを正しくして乗らないといけないなという感じに出してますね。はい、この映像はつまり、このパイピングしっかりやってますよというアピールなんですよね。はい、そうですね。ああ、でも後ろ側までしっかりやっぱり作ってありますね。うん、かなりシートが大きいのと、はい、内装も、うん、カツカツに攻めてなくて、はい、ね、余裕のある丸みがあるというか、
そういう形になってるなと思いませんか。そうですね。そして、サンシェードが今ね、はい、自動で後ろの、が窓にもついてます。はい、まあ、この空間を見て私は思い出すのは、はい、JR 東日本のグランクラス。はい、なるほど。まあファーストクラスというかグランクラスな感じがしますが、それは褒めてるんですか。はいはい。まあ、やっぱり移動する空間の、うん、陸で移動する空間の最上位という雰囲気がありますね。はい、広いだけだと落ち着きが出ないなと思ったんですけど、うん、まあ見ての通り実は前方を見るとこういうことになっているわけですね。はい、48インチスクリーンだそうです。はい、ちょっと低い位置にありますが、その上、はい、ここにはまあウィンドウが、昇降式のウィンドウが入っているということで、うん、例えば閉まった状態だと、はい、こうなるわけですね。前の人と前の、はい、前席の、まあ言ってみればドライバーの人に後ろの席での商談が、はい、だったり、はい、オンライン会議の内容が聞こえないようにできる、うん、まあ、あまり聞こえないようにできるという感じかなというふうに思います。もう外装を見ても内装を見ても思うのは、はいはい、まあアジアの富裕層に向けた車ですよね、うん、これ。そしてそのちょっと趣味思考が変わってきてるんではないかということを私は受けるんですが、いわゆる絢爛豪華というのとちょっと違うという感じですか。そうですね。まあ、つまり、うん、上品さを求めるようになってきているのではないか。はい。はい、この上海省で同時に発表された、まあ、メルセデス・マイバッハ EQS SUV も、はい、なんか近い方向だな、みたいにちょっと思っちゃうんですよね。グリルがドーンと大きく立って、はい、で、中は金ピカで、はい、というのとはちょっと違う方向ですよね。ウッドとかね、なんか、うん、あしらいが、なんかこう、なんだ、上品ですね。上品ですね。この屋根の上に、ルーフにウッド使われてるんです。これ、まあ、いわゆる綾杉のデザインですよね。まあ、英語だとヘリンボーンですが。うん、なので、手間のかかった高級な空間を出している。そういうのをもう一面に貼るんじゃなくて、はい、ちょっと使う。そうですね。ね、シートの脇のこのパイピングと、このコンソールの脇のとか、はい、あとはね、ドアのところに使ってる、いちいち全部が、ちょっといい感じ。そうですね。はい。ドーンじゃないんですよね、うん。そこはね、すごく感じますよね。やっぱりこう、中国、アジア、日本、今地域で、こう、好みってそんなに実は分かれてなくて、はい、世界中同じような階層の人って、ね、同じような趣味、思考を持って、いるというふうに言われてるじゃないですか。だから多分このデザインもこのなんだ色の取り合わせとかもそういうことなのかなと想像するんですよね。まあ、同じような情報に触れて、はい、同じような映像と音楽を聴いて育った人たちですから、はい、うん、まあ、そうなりますよね。むしろ正直な感想印象として、はい、日本だけがなんかちょっとここにまだ行き切ってないんじゃないかという気はしてるんですよね。はい、アジア、中国、はい、まあ、アメリカなんかは、はい、なんかこういう感じしませんか。まあ、ヤングリッチが日本は少ないですからね。そうですね、はい、うん。なので、これを分かる人は、なかなか日本でも、本当に、うん、質の高い暮らしをされてらっしゃる方なのかな、なんてことをちょっと想像しましたね。はい。まあ、そして内装の、まあ、この4人掛け仕様の、はい、詳細なんですが、はい、まずシートがですね、うん、どこの位置に座っても快適でいられる。うん、シートを目指して開発されたそうです。はい、まあ、要するにその座り方とか、うん、走りとかによらない、うん、はい、はい、快適さを目指して作られたシート。はい、うん、で、あと、まあ、空間としては単に音がしない静かな空間を目指すんではなくて、あえて遮音材をこう省いてる場所なんかも設けて、乗っていて気持ちがいい音空間を目指したということですね。ルーフの、吸音層をなんか、ブイッというかね、はい、というようなこと書いてありましたね。なかなかちょっとそれって興味深いですよね。うん、そうですね。まあ、気持ちのいい風切り音がするってことなんですか。レクサス RZ の動画見ていただいた方は、はい、その言葉、静粛感という言葉うん、僕もちょっと聞いた言葉をそのまま使ったんですけど、はい、最近のレクサスはなんかそこに行ってる感じですね。うん、とにかく、ボリュームを落として落として落としても、やっぱり何か、逆に何かが聞こえて気になってしまう。はいはい、ずっとそのいたちごっこになってしまうんですよね。じゃなくて、本当に嫌な音だけを、まあ、消してあげて、うん、で、気持ちいい音はある程度聞かせてあげると、そのなんかメリハリというかで、静粛感を出すと、はい、実際のデシベルじゃなくて、
心地よいかどうか。なるほど。ということをやってると。その哲学が、まあ、RZ に続いて、この LM にも、まあ、使われたのかなというふうに想像しています。RZ ね、はい、相当そこ来てますから。おもちろん、すごい静かなんですけど、バッテリーなんでね、はい。でもそれだけじゃないんですよ。なんかこう、デジタルな、ケミカルな空間じゃなくて、その心地いい車だったんで、多分同じような感じかなと想像してます。そしても、戸籍仕様の詳細なんですが、はい、まず、まあ、オットマンとかね、はい、それなど大きく、リクライニングするとか、まあ、そんなのは当たり前として、はい、アームレスト、それからオットマンにも、うん、シートヒーターが採用されましたと。これ、はい、エクサス初だそうです。そうですね。で、もう一つが、まあ、快適な空調環境のために、うん、パーティションの上部、中央、はい、うん、まあ、ここに、ジョイント周辺温度を検知する、温熱感 IR マトリックスセンサーというのが設定されたと。はい、まあ、どういうことかというと、ジョイの顔とか胸とか、うん、足、あと、まあ、とにかく4箇所ぐらいのこうスポットでどうも温度を測って、うん、まあ、それに応じて空調をコントロールすると。うん、だから、あの部位によって、例えばすごく暖かくて、この辺はちょっと冷たくてとかやるんでしょうね。はい、うん、そういうことをやっているということで、車内を常に快適な温度に保つ。あの、全体温度を快適に保つんじゃなくて、はい、人間の周りを本当に心地よくするという形みたいですね。そして、シートテーブル。はい、こちらは、まあ、あの、軽食を食べたりするのはもちろん、パソコンの使用にも、はい、耐えられるというか、うん、まあ、使えるサイズとなっているそうです。はい、まあ、でもサイズ的にこれは13インチのパソコンかな。うん、16インチは、そういう人乗らないですかね。あの、そうですね。はい、動画制作者とかあんま乗らない。あんま乗らない感じ。じゃなくて、前のスクリーンでやれって話ですかね。ああ、なるほど。そうだ、はい。はい。多分これは、本当に、あの、プロモーションの動画の画面にもありましたけど、はい、まあ、大きく映せるんで、うん、手元では本当に手元で必要なものをカチカチやりながら、うん、大きな画面で会議をしながらみたいなことができると。いつもね、このディスプレイ見ながら、いつかズーム会議できないかなと思ったら、まあ、ようやく来ましたね。そうですね。もう今はもうそれが必要で、かつ、うん、会議が終わったら、うん、さて映画でもっていうことができるということですよね。はい。どっちにももちろん使えると。動画制作もできるわけですね。まあ、作れれば、あの、儲かったらぜひやってみていただければと思いますが、はい、BMW がね、はい、あの、大きい 31.5 インチでしたっけ、うん、?7 シリーズにモニター使って、はい、採用してきましたよね。あれは、そう、仕事とかできるモニターじゃないかったそうですね。はい、ね。だから、ちょっとこっちの方が、はい、ビジネスエクスプレスとしてはちょっといい。あの、一枚上手というか、一歩先を行ったかなという気がしますね。あっちはアプリで、はい、映像を見れることができるってことだったんですね。はい。はい、でですね、はい、で、そのディスプレイの下には冷蔵庫があるそうです。ここか。なるほど。はい。足元が開くんですね、はいはい。はい。そしてこの横にはカバンが入るんですね。ああ、なるほど。はい。これもちょっと、ファーストクラスっぽいというか、まあ、飛行機っぽいですね。そうですね。はい。ここにカバンを入れるんだな。うん。お金持ちはそうなんですね。そういうことです。はい、あ、わかんないですか。僕はもういつも入れたいと思ってますからね。なるほど、はい。で、リアマルチオペレーションパネルというのが、この、センターアームレストの先端についているんですけど、はい、これスマートフォンかなと思って、私見ていたんですが、はい、どうやらそうじゃないようです、ね。そうですね。脱着可能なタッチ式コントローラー。はい。というふうになっていますね。まあ、こんなふうに、いろんなコントロールが、はい、脱着してできるんですが、はい、どう見てもスマートフォンですが、まあ、これもまた7シリーズの、左右のドアにも同じようなものがついてるんで、あ、はい、まあ今時こうしたい。あの、うん、脱着できないコントローラーだと、寝っ転がってる時に、はい、さあ起こそうって時に体を起こさなきゃいけないんだよね。はいはい、これだと、まあ、ちょっと持ってればいいかなとかね。なるほど。はい。というものがここに装着されていて、それでコントロールできるようです。ただこれやっぱりアプリとかがあった方がいいですよね。はい、自分のスマホに入れて。そうですね。うん。そういう方がいいような気がするんですけど、はい、いかがでしょうか。レクサス方面の。はい。はい。オーディオはマーク・レビンソンですよと。ああ、ここに、なるほどね。これ、細かい話はわからないですけど、うん、今回もオーディオは相当やってるだろうなと想像しますよね。これだけの静粛性を歌った、ね、静粛感を歌った室内と、はい、没入型の空間ということですからね。ができそうですからね。はい。はい、これはちょっと、密かに楽しみにしたいなというふうに思います。はい、そして、傘がここに刺さります。うん、まあ、レクサス、あの、ディーラーで傘売ってますからね、はい。そうですね。アクセサリーで、レクサスコレクション。はい。じゃあ、はい、購入の時には傘、
ちょっとプレゼントしていただけるようなことも、はい、ひょっとすると標準で傘ついてくる、そうですね、イギリスの車なんかついてきますからね、はい、そうですね、某ロールスロイスなんかみたいにね、はい、まあそういうことがあるのかもしれませんね。そしてルーフです。はい、これサンルーフの形がおかげで面白いことになってますね。そうですね、左右に分かれて、まあサンルーフと言うんでしょうかね、これね、わかりませんけど、はい、足元がサンルーフになってる感じになりますよね、うん、つまりアジアの富裕層は日焼けは好まない、これはもう間違いない事実ですから、まあ、日焼けもそうですし、はい、暑いですからね。そうですね、なので、まあ、そこの意見はちゃんと取り入れられてるかな。あのサンルーフ付きの車ってやっぱすごい南の方に行くと暑いんですよ実際、はいはい、でそれで快適じゃなくなるので、はい、意識した設計かなと思いますね、はい、なるほど、はい、夜間の間接照明とかですが、まずはこれあれですね、足元に RG で装着されたプロジェクター式の投影が入るんですね、はい、でこの間接照明、まあ車内の造形や素材の美しさを際立たせると、うん、まあ、相当自信があるからこそ言えることですよね。でさらにイルミネーション14色のテーマカラーとお好みに合わせて選べる50色のカスタムカラーの計64色を用意している。でそれぞれに癒しやリラックスなどのテーマがあって、ジョイン好みの色調を選択可能だと。癒しとリラックスが違うんですね。まあそういうこともやってる。まあもちろん今ね、いろいろ照明選べるのは普通になってきてますけど、はい、レクサス流、もしかしたら日本流なのかもしれないものがどんなものなのかはね、はい、ここまで書いてるとちょっと楽しみかなというふうに思います。で、こうしたエアコンとかシートポジション、はい、サンシェード、照明などは、レクサス初採用というリアクライメートコンシェルジュで全部こう統合制御されるんです。はい。まあ、これもプリセットが4種類あって、他にもカスタマイズモードがあるんで、はい、多分自分だけの本当に癒しモード、はい、空調もこんな感じ、照明もこんな感じっていうのをセットすることができる。なるほど。自分でセットするのがめんどくさかったら、まあ、執事、もしくはね、ドライバーの方がやってくださるというのもあるかもしれませんけど、はい、まあ、そういうおもてなし感もあるよと。自分だけの空間なので、ね、それが飛行機とかとはちょっと違うところじゃないですか。はい、自分のものですから、基本的にね。うん、だから、本当自分好みの、自分の部屋にいるかのようなセットアップができるというようなことかなと思います。はい、こちら3列仕様となります。7人乗りですね。7人乗りです。後ろにヘッドレストありますね。はい、3列仕様でも、2列目はやっぱり、まあ、アルファードだってそうでしたけど、足元、空間、はい、完全に余裕ですね。そうですね。まあ、全長長いですからね。はい、5000、ね、超えてくると、やっぱこんだけの余裕があるのかなという感じですね。はい、3列仕様の足元、はい、アシストグリップありますよ。はい。あ、なるほどね。パーティションがない代わりに、はい、まあまあ、よくある光景になるわけですね。そうですね。はい。そしてここにドリンクホルダーが入ると、はい、これはどうやら冷蔵庫ではない模様という。そうですね、はい、でもルーフのここの形状はあまり変わらないんですね、うん、はい、そしてホワイト仕様もあるよと、うん、ああこれが6人乗りだったりしないですか。本当だかもしれないです、ね、はい、まあ結局ほとんど変わらないのかなと。さっきの7人乗りを見てみましょう。これほとんど変わらないじゃないですか。なるほど。アームレストは7人乗り仕様にもあったけど、6人乗り仕様だと真ん中が座れない。そして物置になっている、はい。そうですね、はい。まあそんなに座んないよという人は、うん、ちょっと選んだ方がいいのかもというところですね。そしてまあ運転席、助手席周りです。造形が非常にシンプルでいいですよね。タズナーコンセプトと言ってからのモデル、前 NX とか RX とか、ちょっと、なんだろうな。やっぱドライバーをすごい取り囲むような感じすごく強かったと思うんですけど、はい、この車はもうちょっとそれが抑えられていて、結果として僕はスッキリしてていいなと思うんですよね。すごい幅広の、まあ、ウッドの採用面積とか、はい、レザーも張り巡らされてる、はい、こういうインテリアになるんですね。いやー、これのデザインは僕はちょっと好きですね。ダッシュからドアにかけての連続性ってみんな求めるけど、はい、なかなかこれここまで綺麗にいかないんだよなと思って、うん、これはすごくいい感じじゃないでしょうかね。モダンに行き過ぎてない、うん、という感じですかね。でもすごく落ち着くモダンじゃないですかね。はい。はい、ちょっと飛びすぎるとね、落ち着かないですからね。はい、そして、Eラッチが採用されました。はい。Eラッチだけじゃなくて、うん、運転席助手席の EG クローザーが、はい、同時に Eラッチに初採用となりました。これね、待ってたんですよ。うん、要するにEラッチってね、ガッチャンってやらないでドアハンドル引けて、かつ降りる時もね、スッとここの親指でスイッチを押せば、はい、ね、ガシャンって引かなくても開く、はい、
なんか開け閉めがすごい所作が良くなるはずなのに、最後バチャンって閉めなきゃいけないんですよね。うん、それちょっとなぁと思ってたら、イージークローザーがあればね、スッと開けて、スッと戻せば、あとはブーンと引き込まれていくわけですよね。はい、いやー、どうやってくれたんですかって感じですね。やっぱりもう、4人乗りでオーナーが後ろに座って、はい、うん、で、運転手が座った時にバチャンって閉められると、はい、というのもあったんでしょうね。そうですね。これは RX もぜひ早く採用していただきたいと。なるほど。はい、はい、思うところであります。はい。そして、まあ、操作系周りはそんなに驚きはないです。うん、そうですね。パドルシフトがついてるっていうことですかね。そうですね。つまり、これはおそらく、まあでもどっちにもついてるのかな。うん、まあ、どっちかというと、ダイレクト4のモデルかなという、はい、ターボハイブリッドの方かなという気がしますけども、まあ、シフトレバーもね、残されてますし、はい、このあたりのレイアウトはね、まあ、慣れ親しんだものと言っていいのかな。はい。そして、ADAS 系の装備なんですが、はい、まずは、プロアクティブドライビングアシストが、他のレクサス社に続いて、はい、採用されましたよということですね。はい、素晴らしいですよね。この機能は本当に素晴らしいんですけど、今回資料を見るとですね、信号交差点への接近を検出した時にはウィンカー操作に応じてあらかじめ減速を支援、左折時の操作余裕確保に貢献とか、車線内走行時は常時ステアリングアシストとか書いてありますね。ちょっとずつ機能が充実してきている、はい、まあ、要は支援内容が充実してきているなという感じがします。ぐ、はい、ーんと走ってるウィンカー出す、はい、車が減速を促すように導く、はい、本当にこう自動運転もみたいなものに近づいていく、はい、車がドライバーの運転を手助けしてくれるチームメイト感がある機能だなというふうに思いますね、はい、で、あとは安心降車アシスト、はい、ノアとかにもついた機能ですね、はい、それも、イラッチと一緒に採用されるので、はい、もう後ろから自転車近づいてきてるときはドア開けられないように、うん、はい、そういうことになります。はい。そしてアドバンスドドライブ、アドバンスドパーク、はい、これもまあついてきたと。まあこれはね、うん、後ろに乗る人にとってはあまり関係ないかもしれないね。ドライバーさん、私自分で買ったら自分で運転しないといけない。そうですね。しないといけないですからね。家族のために、それ使ってください。ぜひって感じですね。はい、それが渋滞時なんですね。電車速ではないということですね。もちろんそうですね。はい、それをやろうとしたらいろんなところにライダーとかつけなきゃいけないんで。うん、なるほど。はい、はい。これは、まあ、他でも、まあ、ここが一番みんな使いたいところだから、いいんじゃないですかね。うん。で、先ほど走りのところで、一つお伝えし忘れていたのが、はい、ドライブセレクトですね。はい。それに、うん、後席優先モードができました。なるほど。はい、リアコンフォートモードは、まず原子力特性を、後席の乗り心地を優先すると。うん、ただ柔らかくすると別に乗り心地良くなくて、はい、逆にこう、不安不安して酔っちゃうんで、後席の人が、一番心地よいような設定というのをしているんですよね、はい。で、さらにアクセルやブレーキを統合制御することで加減速時の姿勢変化がより少なくなるセッティングにしています。うん、まあ、要するに急発進、急加速、急ブレーキみたいなことになりにくい制御ということが言えるのかなと思います。あと最後にカラーリングです。今回公表されているのは、はい、このブラック系、うん、ホワイト系。うん、でもこれソニッククォーツですかね。おそらく。はい。で、ワインレッド系と。はい。はい、ということになる。この4色が出ました、はい。そして、インテリアはホワイト系とブラックの2色ということで、はい、うん、色ではそんな攻めてこなかったですね。そうですね。まあ、そういう言い方をしてもいいかなと思います。はい、外装色ぐらいなんか好きな色とか塗ってくれたりしてもいいかもしれないですね。なるほど。ツートーンカラーとかね、はい、今時っぽいものとかあってもいいかもしれないけど、まあ、レクサスなんで、4色だけってことはないと私は、まあそうですね、思いますけど、ね、はい、はい、ただ思いませんか、すごく威圧感のある車が、はい、多分みんなどっかで想像してたと思うんですよね。そうですね。出てきたこの LM のデザインってすごくスリークというか、はい、意外とまあ言ってみればサラッとしてる、はい、まあインテリアもねそういう感じでしたけど、やっぱりその量はオラオラした感じがない。そうですね。これが今の高級だとするならば、うん、レクサスがずっとやってきた方向性がなんかこううまくマッチしたような気がするんですよね。だからまあ外資系のホテルの、はい、キラキラしたキラビラ感な世界ではなくて、うん、やっぱりまあ日本のホテルの、感じと言えばいいんですかね。そうかな。大倉ホテルっぽいとか。ああ、まあそうね、はい。日本のホテルで言えばそういう感じですかね。うんうん、そうですね。どうだっていう感じではなくて、はい、ギラギラみたいな、はい、そう、まあ。例えばアメリカのホテルなんかでも今ちょっとそういう感じになってる感がありますよね。ね、はい、だからね、
こういう、まあ、いわゆるトレンドというか、時代の流れみたいなものにしっかり乗った LM だな、というふうに思いますね。はい、まあ、成功は間違いないわけですよ、この車。売れないってことは絶対ないですね。まあ、そうですね、はい。その売り方がね、どういうことになるのかなと、うん、あと、価格が、まあ、気になるところですよね。まず、日本への導入は、2列仕様、4人乗りから、はい、ということですね。そこを明言されました。そして、今年の秋から発売、はい、うん、それしか書かれていません。まあ要するに今まだ半導体だ部品供給だの問題があって、はい、バンバン作れる状態ではまだないでしょうと考えた時に、うん、一番最初にこれ欲しいよっていうのは多分一番立派な仕様が欲しい人だと思うんですよね。はい、と考えた時にはやっぱりじゃあ4人乗りにしましょうかと、やんごとないご家族の方がだったり、はい、とっても儲けちゃった人だったり、いろいろあると思うんですけど、はい、少なくともそういうところなんだなというふうに思います。だからちょっと値段は想像ができないですね。うん、想像していいですか？はい。まあ、想像だと、4人乗り仕様は、これは1800万円、2000万円の世界なんじゃないですかね。うん。まあ、うん、正直先代ももう2000万円の車だったんですよね。はい、だから、まあ、これが2000万円を切る理由はあんまりないよねと、はい。はい。安く売る理由がない車だなというふうに思います。まあ、逆に言うと、それをいかに納得させるものになってるのかというのがちょっと楽しみですよね。うん、要するに、パワートレインとか、シャシーとかは、まあ、RX で、はい、RX500H、F スポーツ、パフォーマンスで見たものじゃないですか。うん、それに対して、じゃあ、その、シートとか、内装とか、はい、まあ、動きの所作とか、そういうところで、言ってみればその倍のお金を取れるものになってるのかっていうところが、まあ興味深いなと思います。少なくとも正直ね、それでも、まあ中国とか、まあ今まで売っていた中国とかはもうね、2000万円超えてたんで、で、それがもう支持されてたんで、まあ自然にというかね、さらっと売れるんだと思うんですけど、このまあ言ってみれば目の超えた日本の皆さんがね、どのようにそれを判断するというか、まあそういうここでどんな風に受け入れられる車になってるのかは、まあ多分皆さんすごい興味のあるところじゃないかなというふうに思います。そしてもう一つの3列仕様ですよ。うん、6人乗り、7人乗り。はい。なんですが、こっちがね、お値段がもう予想できないですね、これは。そうですね。RX の、はい、まあ最上位グレードが900万円ぐらいですよ。はい、そして、じゃあ、アルファードを見てみましょう、はい。エグゼクティブラウンジで、オプション全部つけて乗り始めで800万円ぐらい。はい。ということはですね、それより安くなるってことは絶対ないわけですね。で、先ほどの3列仕様のインテリアを見たら、これは安くないだろうなと、まあそうですね。私は思いますね。なので、1000万円は切らないんじゃないですかね。いや、まあ、全然、僕は切らないと思いますけど、はい、まあ、LS がどうなるのかまだわかりませんけども、はい、レクサス、おそらく、僕の勝手な想像ですけどね、はい、ハイエンドの、まあ、ラグジュアリーフラッグシップみたいなものを、昔だったら、例えばメルセデスだったら S クラス、はい、ね。レクサスだったら LS みたいな決まってた、はい、セダンのね、うん、でかいやつに。でももう時代がそうじゃなくなってきて、セダンを求めるのはまあ言ってみれば日本、中国とかが多くて、はい、アメリカなんか SUV ですよねとかってなってきたところで、レクサスの戦略僕はね変わってくると思うんですよね。 LM は、まあ、L がついてる社名からしても、はい、多分ハイエンドの並びのうちの1台だと思うんです、はい、つまり LC、LX、そう、はい、で LM、LSだと思うんですよね。そう考えたときには、これはもう、突き抜けた値段にしないと意味がない。はい、900万円とかで、例えば売る意味がないので、うんうん、ね、LS900 万円にしないじゃないですか。うん、って考えたときには、まあ、安くて1500万じゃないかな。もう、そこ、はい。まあでもそうなりますね。そうも しないとダメじゃない、うん、というふうに思っています。だって2000万円の4人乗りを買う人にとって、もう一個、ね、じゃあシートが多いやつが、はい、1200万円だったら、ちょっとそれはさ、うん、ってなるじゃないですか。うんうん、だから、うん、そのぐらいの、例えば内装クオリティとかも、はい、相当やってきてんじゃないかというのは、先に、実ね、見ていただいた動画を、はい、まあ、でも皆さんちょっと考えてというか、いろいろ想像していただければいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、LM ですけど、はい、やっぱり、中国ってものすごい人気ですからね。そのようですね。はい。はい、これのモデルチェンジは、まあ、アジア中の富裕層が、はい、注目しているのは間違いないわけです。はい。そんな中で、日本の富裕層はこれをどう受け止めるか、うん、そこにやっぱり気になりますね、私は。そうですね。まあ、はい、アルファードが売れているから、エグゼクティブラウンジがあれだけ売れてるから、いけるだろうっていう、
値段じゃないとも言えるんですよね。うん、言ってみれば、今までだったら迷わず LS を買ってたような方々が、もうこれにスイッチするような形になる。まあ、ある程度は、はい、かなりのある程度はなるんでしょうね。そして、はい、センチュリーに今まで乗っていた人も乗るのかとか。例えばね、うん、そういうことが起こるのかなと。日本の高級車の、まあ、ラグジュアリーカーの、まさに新しい、本当の新しい時代が、やってきますね。うん、やってくるんじゃないかなという気がしますね。はい。まあ、秋国内発売ということなので、はい、この先もいろいろ多分展示、見れる機会、国内で見れる機会も当然レクサス設けてくるでしょうし、乗れる機会も設けてくるんではないかと思います。はい。もう島下さんは見てきたわけですけど、はい、私も早く見たいと。はい。そして、何か新しい情報をお届けできたらなと思います。それまでは、この動画とその速報動画と、はい、その他もろもろ上げていきますんで、大いに想像力を高めていっていただければいいかなと思います。ということで、長いビデオでしたが、ご視聴ありがとうございました。上海モーターショー特報もぜひご覧ください。